ペトラちゃんは見た。赤松、私不安です。お別れしたくないです。また昔の夢か。やべ、もうこんな時間か。一駒行かないと。一限始まる。俺は赤松、地元の大学に通う2年生。キャンパスライフは可もなく不可もなく、ずば抜けていい成績を取ることもないけど、今のところ単位は落としたことがない。不幸ではないと思う。ただ幸せかどうかと聞かれると、何やってんだろう俺。もうそっちの道はないって分かってんのに。子供の頃、俺の将来の夢は漫画家だった。手先が器用だったのと、単に漫画が好きだったからだ。ぼんやりと二十歳になったらどこかの週刊誌で連載してるもんだと思っていた。でも現実は苦い。小中高ずっと絵を描きまくってたが、なーんかある時点から才能の打ち止め感半端ないんだよな。高2の段階で停滞を感じ、そのまま大学受験に突入。進学する頃には完全に筆を折ってしまっていた。絵を描かない期間が長ければ長いほど、再び描き始めるのは勇気がいるのだ。うちの大学に満研がないのも諦めるいい言い訳になったな。どうせ才能は尽きてるんだ。真面目に勉強して、真面目に卒業して、真面目に就職しよう。それにしてもゆずりはちゃんってすごいね。ん？いくらハーフと言ってもさ、アメリカ生まれアメリカ育ちなのに、こんなに日本語うまいんだもん。あら、そう？ありがとう。え？喋ってないと忘れるわよ。俺はゆずりは。あの日、俺は小学4年生だった。2学期の始業式に彼女はうちのクラスにやってきた。へえ、今日から新しくうちのクラスの仲間になりました。ゆずりはさんです。お母さんがアメリカ人で、今までアメリカに住んでたんだけど、お父さんの仕事の関係で日本に引っ越してきました。じゃ、ゆずりはさん、自己紹介よろしく。ゆずりはです。よろしくお願いします。リアルで片言で喋る人初めて見たな。それが俺の第一印象だ。ゆずりははその後俺の隣の席に座った。しかしあまり会話はなかった。どうにも彼女は人見知りらしかった。クラスのやつらも外国から来た少女というのに戸惑いがちで、あまり話しかけない。英語で話した方がいいかな。俺喋れねえよ。そんな状態で数日が経った頃、三角形の角度は、なるほど、ここをこう折れば光の当たり方はこう変わるのか。とりあえずそれを参考にして影描き込んでみよう。その頃の俺は授業の合間によく折り紙を折っていた。確か立体感をつかむためだった気がする。効果があったかどうかは今となっては謎だけど、結論から言えばそれがきっかけだった。あ、なんだ。ああ、折り紙に興味持ってるのか。アメリカ育ちのゆずりはにとっては珍しいのかもな。よし、やるよ。え、はぁー、センキュー赤松。いいってことや。ほら赤松、算数の時間に一人だけ図工しないの。え、すんません。ゆずりはは俺の折り紙が気に入ったらしい。以来よく目の前で作ってくれとせがむようになった。悪い気はしなかったので、俺はいくつもの折り紙を目の前で折ってみせた。鶴にイラストを描き込めば、ゆずりははさらに喜んでくれた。俺たちは結構仲良くなり、放課後には一緒に遊ぶようにもなった。そのうちクラスのやつらもゆずりはに構うようになり、打ち解けていった。しかし、え、国に帰る？はい、そうなんです。パパのお仕事の都合で。そっか、寂しくなるな。もう会えなくなっちゃうんでしょうか。いや、そんなことねえや。また父ちゃんの仕事の都合で戻ってくるかもしれねえだろ。俺の方からアメリカに行くかもしれないし。それにさ、ほら、俺二十歳までにベストセラー漫画家になるからさ、そん時にゃ俺の作品を向こうで読めるさ。若松は自信過剰なんですね。自信満々か。あの時
あんな大口叩いちまった手前ね。正直今の情けない状態で会いたくねえ。それに向こうも俺のことなんか忘れちまってるだろ。よし、スルーしよう。行こう。俺はキャンパス内で譲り葉を見つけると速攻で隠れたり逃げ去るようになった。にしても譲り葉はいつも友達に囲まれてるな。いやでもなんかわかる。こういうのもなんだけど、今のあいつ美人で育ちすぎだろ。昔よりも日本語も流暢になってるし、物腰もどこかクールだし、無敵か。ますます顔見づらんねえ。と、すんません。こちらこそ。そう、中松。え？いや、その中松。ゆずれはさん。オーマイゴー、やっぱりこの大学にいたのね。思い出の街を留学先にした甲斐があった。また会えるなんて嬉しい。ねえねえ、この後時間ある？久しぶりにお茶しましょう。レッツゴー。10分後。にしても久しぶりだね、ゆずれは。そうね。留学してきたんだっけ？そうよ。子供の頃に来たこの国が忘れられなかったの。赤松をはじめとしていろんな人が優しくしてくれたし、日本の文化にも興味を持ってね。専攻もそっちなのよ。なるほど。あ、日本文化といえばサブカルチャーも好きよ。アニメもいいけど、やっぱりコミックが一番好き。そっか。ところで赤松、あなたの作品ってどこの漫画雑誌で読めるの？とりあえず少年漫画は全て目を通して見てるけど、まだ見つからなくて。いや、その実はな、もう漫画は書いてないんだ。え？それから俺はできるだけ簡潔に今までのことを話した。まあつまりは才能の限界を感じて筆を折ってしまったこととかだって感じでさ。だから恥ずかしくてあんまお前にも会いたくなかったんだ。そう、失望されちまったかな。ねえ赤松、覚えてる？何を？それはあなたが最初にくれた折り紙よ。今でも大切にしてるの。そうか。なんか今にして思えば影が書き込まれた折り紙なんて変だよな。あら、そう？この折り鶴大好き。これとあの言葉を支えにして今まで頑張ってきたんだもの。あの言葉？覚えてないの？それにさ、ほら、俺20歳までにベストセラー漫画家になるからさ、そん時にゃ俺の作品を向こうで読めるさ。若松は自信過剰なんですね。羨ましいです、すごく。え？若松、私不安です。お別れしたくないです。向こうに帰ってもクラスの子たちみたいな友達できるかどうか不安で。ゆずりほ、私昔から人見知りなんです。ここでも赤松が私と仲良くなってくれなかったら今ほど打ち解けてたか。今もまだそんなに仲良くない人との距離感よくわかんなくて、失敗しちゃったらって。もう心配することねえよ。何度も失敗していこうぜ。あれだよあれ、トライアングルエラーってやつだよ。トライアングルエラーですか？そうとも言う。ほら、この折り紙がそうだ。折り紙はさ、折れて何度も折れてシワを作ってくる。折った紙を広げたらさ、シワくちゃで何が何やら分かんなくなるレベルだ。でもそのシワや折り目がなかったらさ、折り紙ってのは綺麗な鶴になったり犬になったりしないんだ。失敗を繰り返したからこそたどり着ける自分の形もあるんじゃね。ま、とにかくさ、人と仲良くなりたい意志があるんなら挑戦してみろ。安心しな、お前の人柄は俺が保証してやるからよ。赤松、 Thank you。
そういえばそんなこと言ってたな。そうよ、私はね、その言葉を胸にいろいろと頑張ったの。おかげで人見知りも克服できたわ。ねえ赤松。は？あなたは筆を折ったと言ってたけど、折り紙は一度折ってからが本番よ。なあゆずりは、多分それあんまりうまいこと言えてないぞ。おう。でもあんがた、ちょっとだけ嬉しい。ならよかった。あのね赤松、私あなたの絵が好きよ。折り紙に書き込まれてたあなたのイラストを探して、ずっと本屋を巡ってたぐらいには、あなたの才能は私が保証するわ。そっか。じゃあやってみるか、トライアンドエラー。我ながら単純だと思う。その日から俺は再び筆を握った。なかなかのブランクはあったものの、書いているうちに勘を取り戻した。定期的にゆずり葉に見せ感想をもらったりもした。ゆずり葉はかなり漫画を読み込んでいることもあり、ためになるアドバイスもバンバンしてくれた。そして1年後。それでどうだったの今回の賞は。残念ながら落選で。そうなの。でもあまりへこんでないわね。相応にへこんではいるよ。でもこう思うことにしたんだ。まだ折り紙を半分に折っただけって。次の作品楽しみにしてる。今回の作品の分析も合わせて、またあなたの家で合宿しましょう。うん。あれ、ゆずりはちゃん。うん。あらゆり、こんにちは。この前はありがとうね、レポートの資料探し手伝ってくれて。いいのよ。あれ、もしかしてこの人が例の赤松くん？ゆずりはちゃんが付き合ってるって。まったく、この子は何を言ってるんでしょうか。赤松、気にしないでください。え、ああゆり、私たちはまだ付き合ってないの。私がチョイスするまでは適当なこと言わぬがフォロワーです。リアルで片言に喋るのは久々に見たな。ご視聴いただきありがとうございました。子供の頃は漫画家になりたいと思っていても、その道が厳しいことは悲しいことですが、大人になるにつれて嫌でも理解してしまうものですからね。とはいえ今まで書いてきたわけですから、夢を追うのは難しくても、その書き続けてきたことは想像できることではないですし、無駄にはなっていないはずですから。それに折り紙は折ってもいいですが、筆も折ってしまうのはもったいないですからね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。